家の近くの、はい、まあ、桜浄水店があるんですけどね、はい、叙々苑の。で、そのね、要は、叙々苑で調べてたんや、いろいろ。調べ物をしてて。叙々苑って、その店舗によって値段が違うみたいな。うん、メニュー、うん。え、知ってた？知ってる。有名な話や。あ、そうなの？え？店舗によって値段が違うの？そう。その土地の土地柄とかでしょ？うん。そのカルビとかの値段が、うん、その一番1位 の、 その銀座店、有限定のね、1位のところが、カルビが3000円ぐらいですね。はいはいはい。で、一番安いところで、はい、2200円、はい、800円ぐらい店舗によって値段が違うみたいな。で、その2200円のランクが要は10個ぐらいあるの。1位、2位、3位、5、ああ、そのね、店舗がね、店舗によってこう、調べたらランク分けしてあって、はい、で、その7位のところがその桜浄水店があったんや。はいはい。で、まあいろいろ調べたら、桜浄水店はちょっと要はさ、中心からちょっと離れてるやん。はいはいはい。うん、だけど、はい、中心のところでも安く食べれるいい店舗があったんや。あ、それは知らんかも。俺、そう、それが中目黒店。へえ。中目黒店の叙々苑はその一番その安い値段設定。あの山手通り沿いの。そう。で、あの牛タン、牛タンに関しては1位のその値段高いところと比べたら1000円違うもん。3000円と2000円違う。それが中目黒食べれるやん。そう、うん、要は女性連れてってさ、うん、中目黒とか目黒とかやったらさ、普通に嬉しいやん、うん、でも値段がそんだけ違うって、こっちやと、うん、こっちだけしか分からんことやけど、うん、その店によって値段が違うから、ぜひ俺は行ってもらいたい、その目黒とか中目黒店に。デートで行くってなったら中目黒店がじゃあ都内では一番安い、うん。